7月になっても滑水が続いています関東の水亀といわれる利根川水系のダムでは貯水率が依然として平年の半分ほどに落ち込んでいます午後5時現在利根川水系の8つのダムの貯水率は平年の半分ほどの51.5%です8つのダムの貯水率は今日まで1ヶ月近く過去最低を記録しています なお、例年豪雨や台風がある7月から9月の間は洪水が起きないようダムにためられる水の上限を下げるため他の月と比べて貯水率が10ポイントほど高くなります。